はい、どうも、名古屋で飲食店を2店舗経営します。洋介です。今日もいてくれてありがとうございます。ということで、今日の話は、起業したいんだけど何から始めていいかわからない人へ、まず何からしていいのかというお話に,に関してしていきたいと思います。はい、実際にですね、えー、今回はじゃあ早速4つお伝えしていきたいと思います。まず1つ目ですね、えー、SNS をやるですね、これね、SNS をやる。え例えば Twitter とかインスタとか。 えー、Facebook とか。まあ、僕的には拡散されるのが多いのは Twitter やと思うので Twitter とか割とお勧すすめしますね。で、これ Twitter とか SNS やる際の、えー、コツってのは特定の分野。これ特定の分野に、えー、すごい特化してやるとめちゃくちゃいいと思います。まあ、というのもね、やっぱりこう、えー、なんでもやったらね、このチャンネル、なん,かなんていうかな。何やってるんかよくわからんから、フォローしようか迷うじゃないですか。いろいろアップロードされてたら。でも、例えば、えー、どうしましょうかね。例えばじゃあ、 たえー、名古屋の旅行情報についてだけ書いてある SNS だったとしたら、あ、名古屋の数に関してまた知りたい時あるしフォローしようかなとかいう風になったりとかして、えー、そういう好きな名古屋の人とかがフォローしてくれたりするんですね。うん、とか、例えばじゃあ、飲食店会議とか経営に関することだけ、あげてたら飲食店会議とか経営に関することだけ、 あげればいいかなと思います。という感じで別にこう、えー、すごいことじゃなくてもいいですよね。過去の自分に、えー、伝えたいようなことのメッセージとかでもいいし、そういうことに関してちょっと詳しい部分。例えばゲーム好きけないと、こうやコードを付けないと、こうやコに関してずっと上げ続けるとか、荒野行動チャンネルみたいな感じで、特定の分野に関してアップロードできるといいかもしれないですね。うん。 でこれなんで SNS やった方がいいかと言いますとですね。えー、シンプルにですね、えっと、人の気持ちが分かるようになるんですよね。やっぱりこう SNS フォロワー増やすというのは、えー、フォロワーっていうのは結局人なんですよ、あっちが。あっちがどうやったらフォローしてくれるのかとか、えー、どういう人だったらフォローしたいと思うのか、みたいな気持ちを考える癖がつく。要は、えっと、ニーズを満たす、需要と供給の、供給の部分でニーズを満たす力がつくので、えー、もうすごく、 SNS というのはめちゃくちゃいいです。またですね、えっと、こう、SNS のフォロワーっていうのは後々、えっと、ビジネスにつながったりします。というのを、例えばじゃあ、SNS でツ Twitter で、えー、例えば、例えば荒野コードについてのアカウントやってたとして、そこから、ういコードもともと好きやと思うんで、そこから、次のこう、YouTuber とか、やった時に、ツイッターから YouTube に来たりする人が増えてきたりとかね、その、したりするので、そういうファンというのはものすごく、えー お金に変わるというか。とか、例えば、今やったノートって言われるね。えっ、ー、と、サイトというか、自分の情報っていうのを売ることができるサイトがあるんですけど、えー、そういう感じで、例えば公約報道の、えー、実はみんなが知らない、えー、絶対勝てる方法みたいなことかをノートとかで売れたりとかするという、えー、感じでございます。ツイッターってのは結構、ツイッターとか SNS ってのは、えー、商品を後々売るためのお客集めみたいな。えっ、ー、と、ティッシュ配りみたいな。街中で言うとティッシュ配って、その後にこうエステ誘ったりとかすると思うんですよ。10万、20万の。そういう感じのティッシュ配り感覚でやっておくといいかなっていう感じです。 で、実際にこう、ツイッターのフォローが1万人とか2万人いると、本当にこう、仕事に困らないというか、例えば、うう動画編集詳しい人と知り合いたいですってた動画編集の人と知り合いたいとか、そういう感じで、あと後々武器としても使えるので、こう SNS も一ものすごく、えっ、ー、と、お勧めします。で、その次、えっ、ー、と、ブログとか YouTube をやってもらうですね。えー、これシンプルなんですけど、これも、これはお金になるからですね、ここから、この SNS と連携しやすいですね、結構ね。えー、ブログで例えば、そうですね。 えー、まぁ、あ、ブログ、まぁ、あ、今回ちょっと YouTube だけにしてますか。こういう感じで、例えば YouTube で特化型で公約行動に関するゲーム実況の YouTube 上げてみるとか、えっていう感じでこう広告収入とか、うん、アップ、上げてたりとかするという意味では YouTube っていうのは次の段階としていいですね。あとその発信力がつく。また YouTube にも発信力ついたら、よりこう他の仕事につなげやすい。例えば、えっ、ー、と、カリメンタリスト L さんっていう方がいるんですけど、その人だったら恋愛系のね、YouTube ずっとモテる方法、男性がモテる方法は、みたいなやつ上げてて、最近本を出して、本もね、予約の段階で Amazon ランキング1位取れたりとかね、そういう感じでこう、 まあ本を作るっていう手もあったりするので、そういう、こうまた、こう次の段階、SNS よりちょっと若干こう、ハードルは高いんですけど、SNS やった次の段階としてはこう、YouTube っていうのは結構割とありかなと。まあ一応 YouTube やってもいいですけどね。えっ、ー、と、こう動画の方が、えもっと楽というか、動画の方が好きだよという形は別に SNS じゃなくても YouTube でもいいかなと思います。まあ結構こいつ被ってる部分あるんですけど、はい。割と、 ここどっちもおすすめですね。その次、えっ、ー、と、成功してる企業家に会うということなんですけども、えー、成功してる企業家もシンプルですね。えー、大学生の周りには大学生しかいないんですよ。高校生の周りには高校生しかいない。なでえっ、ー、と、社会人の周りには社会人しかいない。で、企業家の周りには企業家がいるんですよ。で、お金持ちの周りにはなんとお金持ちがいるんですね。なので、ね、えー、例えば皆さんが、えっ、ー、と、お金持ちの企業家を目指すということであれば、まあ何でもいいですよ。どういう企業家を目指すかですよ。例えばこう、旅する。 で、めっちゃ旅し、ながら経営してる人がいるんだったら旅してる経営者と会えばいいし、じゃなくて、なんか一つのことばっかりってる、こう、すごいなんか、例えば、も,うもっと特定して、こう、なんていうかな、<coughs> まあい,いや、この話に。とりあえずもう <coughs>、成功して、成功してる企業家に会いたいったら、成功してる企業家に会うこととか、ものすごく大事なんで、そういう環境に続ける。そういう人たちとずっと会ってれば、自然とお金持ちになれる。わけなんで、 そう、思考を身につくし、やり方を身につくし、えー、こういう人たちを入れるといいですね。ただ、えっ、ー、と、これ皆さん思うと思うんですけど、え、何者でもない人が成功した企業家さんと会えるのとか、その人と一緒に入れるのと思うと思うんですけど、いや、そこはね、い,い頭の使い方の問題なんですよ。えー、どうメリットを提示するかです。あっちがメリットがあれば、えー、やってくれるわけなんですよね。だから、例えばですよ。例えば、えっ、ー、と、まあ、無料でもいいんで、カバン持ちさせてくれませんかとかね、カバン持ちますとか、えー、なんでも雑誌も全部ありますみたいなね。うん、っていう感じで行くとかね、例えばね、うん、 でだし、あっち側もね、そういう片手間なことみたいなとかっていうのは、やってほしいとやっぱ思っているので、時間削減できるじゃないですか。ただなんか、なんかをちょっと予約するとかね。まあ、その、ただ、秘書がいない経営者とかに、に限定されていますけど、とか、秘書ができないようなこととかを仮にやるとかね。まあ、インターンに近いんかな、みたいな感じで、<coughs> やるとかだったらあっち側にもデメリットないし、あのー、場合によっては、まあ、言い方の問題ですけどね。まあ、メリットも、え、感じさせれるよっていう感じですね。うん。とか、えー、っと、<coughs> まあ、そもそも、こう、 成功してる企業家っていうのは、例えばじゃあ、どうしようかな。うーん、まあ、このレベルにはるな、うーん、まあ、い,いか、うーん、まあ、い,いや、いいやい,いや。えっ、ー、と、例えば、影響力が持ちたい企業家の場合だったら、例えば YouTube とかこう SNS 育ててなったら SNS とか YouTube でインタビューさせてくれませんか、取材させてくれませんかっていう感じでも、まあ、いけるとか思います。影響力ある人だってそれはちょっと通用しないんですけど、ちょっとこれも結局、この、 SNS とかブログとか YouTube をやるスキル、要は相手のニーズを満たす力があれば、この成功してる企業家が何を考えていて、えー、どういうことをすれば喜ぶのかっていうのが結構わかります、実際ね。これちょっとあ、ケースバイケースなんです。これ答えづらいですね。うん。なすけど、さっき言ったとおり、師匠みたいなを募集してで師匠みたいな感じでインターン、かまぼちさせてくださいとか、えっ、ー、と、例えばじゃあ、この何ていうか、時間をとって1時間、2時間って難しいかもしれないけど、例えば、その人がたまたまいそうなところ、 いるところに、僕が向かい、そこまで行きます、みたいな。で、あの、通勤時間中、えっ、ー、と、例えば電車タクシー乗ってる間とかでもいいんで、一緒に乗らせてもらっていいですかとか、そういう感じで行けば、あっち側も時間使わずにそのんで、え、行けたりしますよねとか,とか、あと、車を運転しますよとかね。うん。感じもいいと思うし、えー、タクシー代わりになります、みたいな感じもいいと思うし、えー、あっち側のーズを満たす形でそういうのができたらいいですね。あっち側の困りごとを助けていくという形で、かかっていけたらいいですね。うんで、気に入ってもらえたら、その後、 成功してる企業家の周りに成功してる企業家がいるので、その後紹介してもらったりとかして、同じ方法を、えー、取っていくっていう感じですね。こういう人と、まあ、知り合うための方法と、えー、いうのは別にそんなに難しくなくて。<coughs> 今だったら、えっ、ー、と、まあ、SNS 発達してるから、自分がちょっと気に入った企業か、えー、経営者、この人と関わってみたいなっていう、まあ、ちょっと自分が目指してる、えー、方向性の企業かっていう方に、えー、SNS とか連絡してみてもいいし、あと、友達とか、じ、実際ね、これはもうちょっとした細かい積み重ねなんですけど、友達とかに、えっ、ー、と、まあ、経営者の友達絶対いると思う人とか、経営者の友達じゃなくても、経営者の友達を知ってる友達とかでもいいです。えー、そういう人に紹介してもらってもいいと思ってます。いいと思います。とか、例えば、 ちょっと遠回りですけど、例えば、えー、まあ、皆さんバイトとか知ると思うんですけど、バイトの店長とかから始めてみるとかね、例えば飲食店で、例えばじゃあ、えー、どっかの飲食店に働いてるとしたら、そこの店長さん紹介しまって、店長さんにはオーナーがいたらオーナーを紹介しまうとか、えー、で、オーナーからまたオーナーに紹介しまうかとかっていうのを、まあ、コツコツと、えー、小さくね、えー、やっていくっていうのが大事かもしれないです。そのためにさっき言った通り、目の前の人をものすごく全力で喜ばせるというか、愛される人間になるということですね。<laughs> そう。っていうのがものすごく、えー、大事になってきます。で、まあ、その愛される人間っていうのは、例えば、まあ、いろいろあるところあるんですけど、例えばも、もちろん、あの、ね、あっち側寝、寝上で、すごいレベルの高い人たった謙虚に行くとかも,もちろんそうだし、うん。あくまでも、自分もいろいろ教えてほしい、教えてほしいって、教えてもらって、成長していって、その姿を見せていくということも大事だけど、きち,ちんとこう、なんか、あっち側の、マルマルさんのためにも何かしたいと思ってますっていう誠意とかね、うん。これも大事だと思うし、うん。 いかにこう足を引っ張らずに、ね、あちらのためになれるかということを考えるということが大事ですね。ということで結局愛される秘訣でございます。で、と、あともう一個ね、若干ジャンルが変わるんですこのイベントとかもいいかもしれないですね。イベント。イベントってのは交流会とか、えー、自分で合コン開いてみるとかでもいいし、えー、こういうのも結局こうなんか、なんていうかな、えー、さっきの、えー、もちろんお金につながりやすいですね。例えば、えー、3000円の 飲み会の場所を借りれるとして、でみんながね、から4000円ずつもらって100人休めたとしたら1000円かける100人やから、えー、10万 ?10 万とかから稼げるという感じですね。感じのやつもやってみてもいいかもしれないですね。これも結構、なんか、 どうやった人が来てくれるんだろうという LINE の仕方とか、電話の仕方とかも分かったりするし、もう一回次に来てもらうためにはどうしたらいいんだろうというリピーターのね、つなぎ方も分かると思うしえ、結構意外にね、たまーにこうイベントにこう成功してる企業家の方がたまーに来たりするんで、ほんとごくまれ、ごくまれ、ごくまれで,ですけどね、友達の紹介でたまたま連れてきてくれたりとか、もちろんなんか普通のね、一般人のイベントになかなか来てくれないんですけど、えー 例えば、成功してる企業家でも、えー、女性関係には植えてる方とかもいたりするんですよね。女性関係にも植えてる方とかいたりして、そうやって友達自体で、えー、来てもらうというパターンも実は、まあ、かなり確率的には少ないけどあったりするんで、そこに来た人をチャンス掴んだと思っていけばいいんで、そういうイベントをやるっていうのも結構悪いといいです、ね。かつ稼げるんでね。稼げるし、自分も友達増える。自分も友達増えるんで、最終的に言えば、友達の数が、えー、ビジネスにつながるとは思ってないです。ぶっちゃけに思ってないですけど、まあ、一人一人のどんだけの信頼の深さっていうのが大事だと思うんですけど、えー 誰と仲良くするかというところで、えー、イベントっていうのは数、数がね、いっぱいいるんで、そういう意味でその中選べるという意味では、ものすごく、えー、おすすめ。えー、今後かかる仲間を増やすためにもおすすめでございます。はい。そんな感じでございました。ということで、企業をこれから始めたい人は、SNS ブログとか YouTube で、えー、成功した企業方をイベントとや、イベントをやるという、えー、形が、僕的にはおすすめです。 えー、ということでね、えっ、ー、と、ま、これから起業した人ね、いろいろ詐欺とかあります。えー、マルチね、えー、ネットワークビジネス、えー、とかネズミコースね、みたいな系統とかいろいろあったりとか、と楽して稼げるみたいな、FX とか、バイナリーオプションとか、いろいろね、えー、詐欺の情報いろいろ来たりすると思いますけど、それもね、もう本当に気をつけてください。それ騙されていっぱい借金せよって自己破産した人とかがたくさんいます。楽して稼げるなんて絶対ないですから、楽して稼げることは絶対ない。えー、なんで、<laughs> か楽して稼げるよって言ってくる人、大体ね、えっ、ー、と、 そう、楽して稼げるよって言って、金のない人から金をもさむり取る、えっ、ー、と、起業したい人をカモにしちゃ起業家、みたいな感じの人がね、えー、たくさんの世の中にはいます。なんで、本当に気をつけてください。自分が信頼している人だからっていうのも、えー、だから言ってるからっていうのも、 あの、ちゃんと疑ってください。ちゃんと論理をね。なんでその人が言ってるのかとか、えー、その原理原則がどうなっているのか、えー、アルゴリズムどうなっているのか、ちゃんとね、みんな自分で頭悪いから分からないよと思ったとしても、えー、それなりに自分で頭使ってやってみてください。例えば、自分の親に聞いてみるとか、ね、いろんな主催者に聞いてみるとかね、他の経営者に聞いてみるとか、えー、いろいろね、策はあると思うんで、ぜひ、そういうのも YouTube にいっぱい、僕もアップロードしてるし、他の人もアップロードしてるんで、ぜひ見てみてください。はい、そんな感じでございました。ということで、今日も最後まで見てくれてありがとうございます。今後も企業に関する有益な情報をアップロードしていきますぜひチャンネル登録とボタンよろしくお願いします。ということで また次回の動画でお会いしましょう。